ちょっと店で撮るの忘れてきたんで、ちょっと外なんで危険ですが、周りを見て、彼女たちに50ユーロを渡します。スペインでバルセロナではこういう外でお金は絶対見せないでください。すぐ泥棒寄ってくるんで、けどちょっと今日はやります。じゃあどうぞお仕事してください。じゃあどうぞ。じゃあ隠して、早く隠してで買い物してください。じゃあ行きましょう。今うちのうどん屋から歩いてきて10分ぐらいかな。はい、1軒目。これアメリカのブランドやね。セレクトショップ、いろんなブランドがある。あ、そう、古着屋じゃないやん。あれ古着もあんやろ。なんて書いてんの。学生で 10%。 いや、学生の証明書あんの。あれ、これ古着ないの。ないよ。あ、そうなの。ああ、ちょっとだけな。あ、ちょっとだけな。広いね。服屋さん来たん久しぶりやわ。もう全然なかったら買っていい。これ何ですか。お香立て。いや、そんなとこ直さないで。お香立て、あの10ユーロ。そう、13。いや、これは火事になるからやめてください。最後何もなかったら買う。いや、火事になるからやめましょう。それは何もなかったら買う。最後、じゃあ自分の金で買ってください。これ火事になりますよ。なかったってことやね、あんまり言うのが。高かったんだ。高い、すごい、ここ高い。ちょっと俺があげた小遣いじゃ買えないって。じゃあパパがちょっと今から面白い店連れて行ったのか、近くの。君ら多分好きやと思うわ。でもしかも本物売ってるか偽物売ってるかもしらん。何に好きなの。なんかセレクトショップなんやけど、まあ面白いとこあるわ。ちょっと行こうか。今何時。6時46分。あと1時間くらいで閉まる。閉まっちゃうよ。マジで。早くしないと。8時閉まるの、マジで、うん、じゃあちょっと飛ばし気味に行きますか。あ、これこれ、まず下行って、パパのおすすめ。下行ってみて。まず下行こう。ほら、ポーターやん、ポーター。吉田カフェやん。そうです。めっちゃ変な服売ってたよ、ここ。うん、面白い服売ってるよ。ゼロやったら。見て、前来たとか変わってんな。前、シュプリームとか売ってたのにな。これ、クッキーだと注意されたんじゃない。あ、見て。めっちゃ可愛い。はい、次は何、これ古着屋。古着屋さん。まあ50ユーロやったらフリーアしか無理やろうな。高いの。なかなかおしゃれやね、バルセロナの割には。それかっこいいやん、ニコ。このエルヴィス・プレスリーのこのジャンパー、これこれこれ、超かっこいいやん。こういうのしよ。わ、それもかっこいい。カジノのやつちゃう。でかいな、これ。値段は高いの。オールスターでいくら。値段変えてみ。スウェットでいくらなん、リリコ。これは値段が書いてないやつは。あ、グラム。そうそう、グラム。ここはあれやで、グラムやで。グラムで測っていくら。そうなの。うん、いや、値段書いてるやつもあるらしいけど。この辺でいくら。これで20ユーロやで。この俺のおすすめエルビス、これ安いやん。エルビス何ユーロ。エルビスのやつ80ユーロやで。古着じゃないじゃん。新しいの、ね、6玉です。これはほんまやろ、さすがに。164。スカジャンで180ユーロか。なしですか。はい、次のとこ行きますか。どこ行くの。その古着屋通りでいいんじゃないの。これは今コロナで入場制限してるから、これデカスロンっていうでかいスポーツ用品店なんやけど、入場制限。あれや、この間のデモの時、ここのドア蹴られていっぱいパクられた画像見た。
Pero por favor. あれ、ここのドアやで。デモの人によって壊されて。さあ、ちょっと8時閉まるからちょっと急ごうや。はい。ちょっと早歩きで行ってください。ちょっと古着屋みたいなところ行くらしい。わ、これタピオカ屋さん並んでるやん。いや、飲まへんの。とりあえず店行こう。こっちがこの通り服屋ないんちゃう、リリコ。もう一本上やろ。ないよこれ多分。危険地域やなこの辺は。夜になったら怖いな、この辺は。いや、これは見てみたら、ええのあるかもね。うわ、このバイクなんやろ。値段は書いてない。パパも17歳ぐらいの時やったら、あれやな、高1ぐらいの時から京都の古着屋さんでずっと通ってたよ。1500円ぐらいだよ、古着の T シャツが。パーカーでいくらぐらい？それ店で25ユーロか。日本円で3000円。お、それ去年ぐらいのやつちゃう？本物？めっちゃ安いけど。偽物。いくら？20ユーロ、うん、これがないよ。あ、もう最近なんか昔のやつが欲しいな。ナイキじゃないやつ、カッパとかあったやつとか。もう最近ナイキじゃあかん、メッシじゃあかんや。ナイキじゃあかんって。それも全部偽物や、その辺。うん、いますか。ユニフォーム5ユーロから10ユーロ。偽物やな。MA1 40ユーロ。これも古着やん。ここちょっと小綺麗にやっとるやん。これいいんちゃう。ちゃんと選んで置いとる人やな。こだわってそうやん。あー、ロンドンのやつやな。そう、そんな古着感ないな。新しいのそれ多分。こんなんで40ユーロ。40ユーロぐらい。いや、俺は好きやで、ね、その何ちゅう柄っていうの。いや、いいんちゃう。俺その柄は好きやで、ね、柄は。普通にかわいい。まあ、いいんちゃう。大きさとかいいんちゃう。35ユーロ。大人っぽいね、お前にしては。わかんない。いいよ、好きなとこ行っていいよ。もうあとは任せます。寒いし、ちょっと店変えてようかな。ちょっともう疲れたんで、俺は店に戻って、うちのうどん屋に戻って。あ、これヘーマ。じゃあレストランで待ってます。さよなら。2人に50ユーロずつ渡して、何買ってきたかってやつで、ニコさんの方から行きましょうか。ヘアオイルを買ってきます。ヘアオイル染めてあるから、傷んでるから。気になるお値段はメイドインフランスで50ユーロ渡して2ユーロ。2ユーロちゃうやろ、 1.7 ユーロ、これだけ。はい、次はリリコさんはどうですか。顔洗うやつ。顔洗うやつ、はい。体のやつ、ひょっとして。そう、手袋でなんかこうやってやるやつ。食べ物。またおかしくない。これグミなんだけど、ビーガンのグミ買った。1,2,3,4 でいくら。9ユーロ。 H&M 行ったんだけど。 H&M 靴下えらい実用的なもん買うね。最後にベルシカっていうとこ行ったんだけど、ボディミスト買ったの。何ボディミスト。香水みたいだけど、匂いがきつくなくって体にやるやつ。まあ今日は50ユーロ渡して20何とかユーロ使ったんと、2個は 1.7 ユーロしか使えない。ちょっと俺はね、嬉しかったね。なんか欲しくないもんバーバーって買う、50ユーロと思って買わんと、
お金の大事さを二人分かってくれてるのか、ほんまの欲しいもんじゃないと買わへんから、すごいええと思う。お金は大事ですんで、大事にしてください。常にお金ないから、はい、欲しいものしか買わない、うん、いいと思います。50足で1点ね、でもすごいいいと思う、うん、素晴らしいです。本あれよ、おじいちゃんのやつよ。そうだよ。オールバックス。みんな使ってるからもうハゲてきちゃってる。いいやん。京都のおじいちゃんのジャケット。透明って書いてある。まあまあ明日以降ゆっくり欲しいもん見つけて、ほんまに欲しいもんだけ買ってな。じゃあさよなら。って感じです。終わりです。お金は大事です。はい。